お風呂入らない、入ってきた、あっちで。痛い、むくんじゃって取れないわ。指輪が痛い。化粧落としましょう。いい、洗うのめんどくさいからシートでいいや。もうぐっちゃぐちゃ、ほら。ぐっちゃぐちゃ。ねえ。めっちゃくちゃよ。ギットギトだよね。なんかホテル2軒回ったんだけどね、昨日ね、2時過ぎぐらいに。空いてなくて、人が殺された隣のホテルに泊まった。昨日。そう。前さ、散歩で行ったことあるでしょ？ここ畑で、女の人が死んでたって。そうそう、土曜祝日だしね、満員でそこしか空いてなかった。写真よりね、良かった。写真より良かったね。ちょっとあれみたい。なんだっけ、のだめカンタービレに出てる人、のだめちゃんの彼氏役、誰だっけ俳優、玉木宏、そう、あれに似てた。うん、玉木宏を若くした感じ。イケメンで、イケメンで、なんかスケボーかなんか持って、スケボーも担いで待ってたんで、コンビニの横でね、座ってたんで、うちのお母さんにそこで降ろしてっつってさ、うん、降ろしてもらって、そのまんまタクシー乗ってホテル行って。長身っぽい、173つってたよね、さっきね。22歳。ホテル代はあっちが払ってくれた、12000円ぐらいかな。知ったら彼女とできない。すげえすげえ言ってたよ。すげえ言ってたよ。彼女よりなーちゃんとの夜だって、ね、そこまでエピソード、うんこ漏らしたぐらいかな、エピソードは。お布団の上に。それぐらいのエピソード。体の相性抜群。上手っていうか、受け身だね、もうあっちが完璧に。もう私は全然、なんつうの、触られないし、攻められないって感じ。でも、ノブくんが配信してるのにはびっくりしたわ。ビビった。まさかもうツイキャスやんないと思ってたのに。びっくりした。タイミングはすごいよね。すごいタイミングじゃない？結構してたの？未練はないけど、タイミングはすごすぎてね。昨日通知、昨日もしてたの。これ月見バーガー、新商品、お月見バーガー。疲れたね。もう途中まで酔っ払ってたんじゃ、私4時ぐらいまで酔っ払ってて、シャンパン飲んじゃったから、今はもう全然冷めてんだろうね。
何運動？交互運動。そう、エクササイズね。でもさ、激しいの。若いからかなんのか。タン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 なの。わかる？タン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 って。タンタンすごいね。休憩がないのかも。休憩がないからタンタンタンずーっとさ、これだよ、このスピードだよ。もう壊れちゃうっつうの。壊れちゃうでしょ。ローション乾いた。あ、でも結構ね、たっぷり使った。昨日リスナーさんにもらったでしょ、テンガの。ローション。あれ、半分ぐらい使った。それっておじさん気持ちに、だから痛いの。すっごい大きかったの、また。なんでこの最近、大きいの当たるんだろうね。大きいの、また。太さはそんなんじゃないけど、長いの。長くて反ってんの。反り長。わかる？だから当たるの、中に。反り長ね。あのね、ガン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 当たるの、タン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 、ガンガン。最近の子ってでかい？私ね、ちっちゃいのが好きなのよ。痛いから。新作なんでね。でもね、今回の人、今日会った人は、普通にツイキャスの話したら引かなかったよね。なんかあんまり、そういうの興味ないのかわかんないけど、ツイキャスの話して、ちょっとだけ配信したじゃん、隠れて。全然なんか、ほら、キレとか言わなかったじゃん。普通にノリが良かったよね。なんか顔を映せたら、映せるぐらいな感じだったよ、多分。やっぱ半分ぐらいね。でも布団にうんこが転がってたのにビビったね、ほんとね。布団の上にうんこがコロッと、こんぐらいのうんこがさ。あれにはビビったね。何これってさ。部屋の中真っ暗にしてたから、なんか黒い物体が落ちてたの。それ何これみたいな。それなんかすっごい臭いから、あ、やべえと思って。相手はどんな反応？それうんこっつってんだ。とりあえず洗ってくるねっつってた。それで、ね、お風呂は入って洗って、また普通に。でもね、初めて今もね、塊が落ちてたの初めて。お布団のとこに。初体験だったの。いや、その後、ちょっと慣れてた。さすがに慣れてた。だから、一回ちょっとだけ休憩して、また元に戻った。いつも軟便。軟便っていうか、水しか出ないんだから、昨日は塊がね、だから、お腹の中にあったんだろうね。塊が。古いやつが。なんていうんだっけ、尺弁じゃなくて、宿弁か、宿弁があったんだろうね。おかげ。いや、キスね、めっちゃ好きだったんだよな。すごいベロなんかキスマン、キスがね、すごかったね。ベル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 っつってさ、もう唇腫れちゃうんじゃないかなみたいな。ちょっとね、なんつうのかな、ぎこちない感じ。私のは一切私はそういうのはできないと。そうやって、できませんって。
ノーマルだからできませんと、うん、舐めたりとかできませんと。そう、昨日の写メの人うん、最近そうだね、キスマンに当たるね。だから私は2回自分でやったよ自分でやったよ自分で入れられながら、こう騎乗位しながら自分でピャッとおぶっかけてやったのしんどいそう、自分でね、ふう、でもパワーがいる若い子とはもう底知れぬからさ、そこが見えないからさ、やっぱ20代って元気だよね。30代と20代は違うよ、パワーが。あーでも触ったよ、触ってきたけど、まあ私があんまやられるの好きじゃないからね。そこまで年下はなんかやってあげるみたいな、うん、年上はこうなんつうの、任せるけど、プレゼントの使ったでしょ、ちゃんと。それが最後の6回目。そう。最後は、お口3回のお尻2回かな。3、4。3、4、5。うん。